どうもハピネスタークのハピネスです。オフレーム6周年記念イベント実況動画やっていきたいと思います。今回ですね、前回あれだ、傍受ミッションでデクスシュバリスをねニュクス姉さんでやりました。今回ね、続きということでロータスの贈り物盗難騒動耐久ミッションをね、オクタビア姉さんの方でやっていきたいと思います。ボイドということでねちょっとちなんでるかっていう感じだけど、はい、敵勢にロータスのアーティファクトの詳細情報を傍受された、逃げる前に敵を阻止しようということで近接のみですね今回は。はい、近接武器もね、フレームのビルドも動画の最後の方にねちょっと紹介していければと思います。今回はね、耐久ミッションなので、まあ殲滅がものを言うかなという感じですね。本当はねネクロスとかそのあたりもいいよっていう感じなんですけれども、ネクロスなんかはね強いんですけれども武器に依存するんだな、あの辺の殲滅力っていうのは。なのでまあそれでも全然オッケーなんですけど、今回はねあえてまあこのオクタビア姉さんの殲滅力でバタバタと敵に倒れていってもらうという感じですね。で近接武器がこの、パプシストって読むのかな、プパシストか、はい、これ非常に強くてですね、プパシスト感染と腐食が同時に搭載できるという非常に状態異常の鬼強いポールアームですね。はい、これ好きですね。はい、ではエネルギーをね、枯渇しないようにサクサクと貯めていきたいと思います。まあソロ仕様でねエナジャイングダッシュも使っております。とりあえずあそこの、生命維持装置の近いところでまあ張りましょうかね。まあ言ってボイドの敵レベル低いと言ってもねボイドの敵なんであんまり油断しないようにね行きたいところですね。いやちゃちゃちゃやっちゃっちゃや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 っちゃん敵こねこれじゃ成就できねえじゃないかよ。ほいよデキ呼びましょう。まあ1番ね、まあ全曲本当は流したいところなんですけど、全曲流してもねあんまいいことはないという、ボールグリニアボールがねどんどん移動していくのがあるんですけれども、それのせいでねちょっと戦いづらくなっちゃうんでね。 OK ノックターンでねしゃがみを連続しておけば姿を消すこともできるので、オクタミア姉さんは便利ですね。いいですね。ちょっと敵少な全然敵いないじゃん。これ時間切れちゃうよ。 OK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  降りてきなさい。ちょっと地形が悪いかな。まあ本当はね全曲流すともっといいんですけれども、そうそうそう本当はね全曲流すといい感じなんだけど、あれ持ってっちゃうね。1番ね、1番で敵の攻撃を吸い寄せてそれを敵に跳ね返して死んでもらうみたいなスタイルなんですけど、それをできなくなっちゃうんでね、あんまり2番は使わないって感じ。自分も移動しなくちゃいけないし安定した戦いができなくなるんだな。ちょっと待って、マジで敵がいないな。これこれこんな来ないもん敵全然来ないんだけど、あちょっと高低差の激しいステージ行きすぎ、そういうことでもないな。いや何お前らサボってんの、ちょ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 、君たち緊急事態なんですよ。自分自身が気をつけてくださいね。いやここに巻きましょう。きっとここなら上からも撃ってくれるはず、あんな感じで。その方向で行きましょう。あエネルギーを吸い取ってくるやつがいますね。もうちょっとねサクサク倒せる想定なんだけどね。てか敵が少ねえんだこれね敵が少なすぎてね生命維持装置ドロップうんぬんの話じゃない。ちょっと敵がいないけど、はい、まあねこれ一応跳ね返してはいるんだよね攻撃を。いいことではあるんだよね。何もしないでも倒せるみたいなね、そんなところもあるはずなんだけど、ちょっとあんまり敵が攻撃してこねえ。マジでこれ 46% いっちゃうよ。あこんな感じですね。今顕著にやってくれたダメージ受けてでやられてくれると、まあこれがねある限りはこの範囲内にいれば問題ないかなと、そういう感じですね。ただここ本当にちょっと地形が悪いね、上から来ちゃうね敵が。 OKOKOK エクシマスとかやたら来たね。ちょっと俺も武器を振って倒していこう。 OK あんまね攻撃受けるのやべえなって思ったらね姿を消すのもありだと思うので。ただ武器が強すぎるなやっぱこれ。おい OK おいビヤー。これちなみにボスにも有効なねアビリティです。雑魚敵だけじゃなくてボスにも通用するアビリティなので使い勝手は非常にいいですよね。オクタビアね俺は好きだね。だからね強すぎてあんま使わないっていう時があるけど実況動画とかでは、
今回ね6周年記念イベントでね、いろいろとできるからっていう意味合いで連れてきたけど、本当にねもうちょっと範囲持ってもいいのかなって感じだけど、こっちだよ。店長に見ましょうか、あいつを。このダメージでやられていくんでね、勝手にヘビーガンナーとかもだから対処が効くと。そうそうそう、これを攻撃してもらって、ちょっと音楽はしょぼいんだけどね、音楽はしょぼくなっちゃうんだけど、全曲集まるわけじゃないから、さあ勝手にやられてくれるのはありがたいっていう感じだね。どん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 敵のところにね、あえて撃ってもらって倒していくと。ただこのレベルだからね、倒せばね精密装置は出ると思うんだけどね。ほらもう時間がないって言われちゃった。はーい、じゃあ1台ぐらい回しましょうか。敵少ねえ、なんか本当になんかいるのっていうぐらいに全然来ないね。こんなもんなんだね。なんか懐かしいけどね、この最初の方のポボスから行った、そうなんていうの、ボイドとかもね、最初はめちゃくちゃ苦労してたからね、俺もね、ボイドの敵やべえとか言って、めっちゃ綺麗じゃんこことかね、いろいろ言ってたけど、懐かしいですねその頃が。 OK、 グレネードはやばいね。生命維持装置がマジで出ない。10分長いですね。姿を消しちゃったらね、もうこっちはね、どんどんこいつを攻撃してもらうだけなので、本当にね、ありがたいですね。姿を消した方がさらに効率はいいっていう感じだね。しかもこれ3番放ってる間ね、切れそうになっちゃったら、あの目ん玉マークなんですけど、またしゃがみ始めれば消えてる間でも再復活ができると、非常にね強力ですね。ただね、ちょっと敵が来なさすぎちゃって困りますねこれ。 OK、 ちょっと範囲を伸ばしていきましょう。そう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 、こんな感じね、こんな感じこんな感じ。ちょっとあいつはね、自分のアーマーが硬すぎるっていうのもあるけど、あ、ヒーラーがいたのか、なるほど。いてててて、ちょっとどんどん俺使ってるけど、シーツを使いすぎだよ。あと3本、あ、まあまあ間に合うね、間に合うけど、なんかもうちょっとガツガツ来てもいいっていうね、そんな感じがしますよね。なんで少ないんだ敵が。 OK、いてぇ、ちょっとヒーラーを潰しましょうか。バタバタ倒れていくな。いいですね、気持ちいいですね。こうヒーラーがいるとちょっと硬いイメージあるけど、静かだボイドが。 OK、 あと 40%、 まあ敵を倒していればね、生命維持装置は逐一出してくれるはずなので、それに頼っていきましょう。踊れちゃうっていうね。踊ってでも勝てるわっつって、私は何たってオクタビアだから。すげえな、踊って防いだ。必死にやってますね。あいい、自分に帰ってきているとも知らずに。ただちょっとここはアビリティ吸い取ってくるやつがいるから、エネルギー吸い取ってくるやつがいるから、ちょっと厄介だね。 You are running out of time. OK、 移動しましょう。なんかこう生命維持装置を使わせますね。っていうか敵の数が少ないんだね、そういう設定になってんのか。まああと1分なんでね、終わらせていきましょう。こう眺めてね、こう踊って、さあやられなさいっつって、この効果時間の間はずっと踊ってられるって感じですね。こう消えてやられる間はね。みんなダメージを受けていくっていうね。ボンバードですらですよ、本当にね、素晴らしい。オクタビアは素晴らしいフレームですね、本当にね。一切自分の手を下す必要がないというね。あー、なんか最後の方になるとやっぱ敵がいっぱい集まりますね。ただあえてヒーラーがいるとね、どっかにヒーラーがいてしまうとダメージをカットされちゃうのかな。いいですね、ボンバード、自ら大ダメージを受けて吹っ飛んでいく様が滑稽ですね。ヒーラーのせいで属性攻撃が効かない。よし、オッケー。またヒーラーがいるな。こんな感じですね。まあオクタビアね、あと回復能力がね、今回ちょっと積んできてないんですけれども、まあ、回復ね、ライフストライクとか、あとはまあいろいろ持っている人はそれで回復できれば御の字なのではないでしょうかっていう感じだね。
こうやってね、まあ楽に勝てる殲滅フレームもあるということで、ちょっとね、なんかね、もうちょっとわらわら来てもよかったかなって感じですね。まあ今回はね、眺めて戦ってましたけれども、まあ本当はね、自分から武器を振っていけば、もっともっとね、火力のある戦い方が展開できると思います。はい、今回もゲットしました。はい、デックス、ノーチャリーシャンダダ、ハピネスダークよ、目覚めの日の記念日に、多数のコラプトはあなたに歯向かい、返り討ちに会いました。会いましたが、ごじってますね。どうかこの、デックス、ノーチャイリーシャンダダを誇りにまとってください。ありがとうございます。これ、オベロンに確かつけてましたね、ハピネスは。はい、そんな感じですね。ハピネスの場合は、オクタビアは結構バランス的に上げてますね。範囲は4番で伸ばせるからいいかなと思って、範囲伸ばすのも結構大事だったりするんですけど、俺はね、あんまりこう、偏らないようにバランス的に上げて、まあ効果時間結構命なんでね、エネルギーを回復させつつ、ストリームラインで、この、ちょっと効率を上げのね、で、ルアモットのパワードリフト、シータスで手に入るオーガーセクレクツ、で、インテンシティで威力を上げてるって感じですね。まあ、フォーマーさしてないんでね、もうちょっとフォーマーさせばね、やりようはたくさんあるっていう感じですね。あとはコンティニティと、あと最大エネルギー欲しかったんでね、いっぱいあった方がいっぱい音楽を流せるみたいな感じでね。はい。いや、さすがのオクタビア・オナスファンでしたね。オダモットつけてもいいんですけどね。オダモットつけるとね、範囲が死んだりとか、効果時間が死んだりとか、ちょっと俺それ嫌だなと思ったんでね。今回はね、まあこんな感じでいきました。本当に今日は武器あんま振れなかったけど、振ればね、もっともっと殲滅力の高い方法できるので。で、さらに武器にね、回復能力さえ、積んでおけば最後みたいなね、ヘルスがないっていう枯渇することもない。うん、自分は姿を消してられるわけだからね。非常に強いフレームだと思います。はい。そんな感じでね、また次回の、6周年記念アラートミッションもやっていきたいと思います。今回お送りしたのは、ハピネスダークのハピネスでした。さよならバイバイ。さよならバイバイ。